ロバート・ダウニー・ジュニア、ロバート・ダウニー・ジュニア、ロバート・ダウニー・ジュニア、1965年4月4日隊は、アメリカ合衆国の俳優、声優、ミュージシャン・プロデューサー。身長174センチメートル。ニューヨーク州ニューヨーク出身。父親はエルランド及びユダヤ系の映画監督、母親はドイツ及びスコットランド系の女優 LC ・フォード。5歳から、 父親の作品に子役として出演。十歳の時に移住していたイングランドでクラシックバレエを習う。その後グリニッチビレッジに移り住むが両親が離婚。十三歳で父親とカリフォルニアに移住した。幼少時に好きだった俳優はピーター・オトゥールであった。五歳の時に父親であるダウニー・エス・アール監督の1970年で子役として映画初出演。 同監督作品に、子役として、数本出演した後、17歳で、サンタモニカ高校を中退し俳優の道へ進む。1983年で、本格的に映画デビュー。1985から1986年には、サタゲーナイトライブ出演。初主演映画となった、1987年、ドラッグ中毒の若者役を演じた。 デスザンゼロ1987年などで注目を集め、ブラッドパックの一員として取り上げられるようになる。1992年公開のチャーリーで喜劇王チャーリー・チャップリンを演じ、英国アカデミー賞主演男優賞を受賞。またアカデミー主演男優賞の候補となった。2000年にテレビシリーズアリー・マイ・ラブ第4シーズンでゴールデングローブ賞女演男優賞。 ミニシリーズ、テレビ映画部門を受賞。2009年公開の、シャーロック・ホームズのシャーロック・ホームズ役で、ゴールデングローブ賞主演団優勝、ミュージカル・コメディ部門を受賞した。2010年6月に、配偶者のスーザン・ダウニーと独立プロダクション、チーム・ダウニーを設立。チーム最初の制作作品となった2014年の、ジャッジ裁かれる判事以降も、 ダウニー自身がプロデュースを手掛ける予定のプロジェクトが複数進行中である。また、監督デビューも視野に入れている模様。俳優としてのキャリアも絶好調で2015年現在はハリウッドで最も高額なギャラを獲得する俳優となっている。幼少時に独習したというピアノの腕前や歌唱力、弾き語りもあり、作詞作曲も自らこなす。 シンガーソングライターとしては、2004年にスタジオアルバム、ザ・フューチャリストを発表。音楽面で影響を受けたとして、スティー・リーダン、ハリー・ニルソン、U2、ザ・ポリスなどの名を挙げている。父親に与えられたマリファナを8歳当時で、すでに常用していたなど、子供の頃からドラッグの問題を抱えていた。薬物問題で6回逮捕されており、 拘知所から撮影所に通ったなどの逸話を持つ。1996年4月に麻薬不法所持により初めて逮捕され、1999年8月からカリフォルニア州立刑務所へ1年間入所する。裁判の際に薬物に端的する自身の感覚を口の中に入れた散弾銃の引き金に指をけ、ガンメタルの味を楽しんでいるようだと表現した。仮出所後に、 ゲスト出演したアリー・マイ・ラブ第4シーズン2000年から2001年のラリー役ではゴールデングローブ賞を受賞。また、エミー賞にノミネートされるなど高い評価を得たものの、番組全米放送中の2001年4月にコカイン所持で再逮捕された。この件により3年間の保護観察処分となる。同時に1年間のリハビリ施設収容を命じられ、番組を途中降板した。 再逮捕のニュースに、アリー役のキャリスタ・フロックハートはショックを受け倒れたと言う。なお、ダウニー本人は、後年、アリー・マイ・ラブ出演当時の自分は、最低な状況をあったと述解し、賞賛は過大評価であるとしている。1996年から2001年にかけ、薬物依存の克服に苦しんだが、2002年に、クリーンと認められ保護観察処分を終えた。それでも、 完全に薬物を断つことはできずにいたが、2003年に、きっぱりと止める時が来たと直感。所持していた麻薬を、すべて海に投げ捨て、それ以後ドラッグには手を出していないとのことでや、同年、旧ユーメル、ギブソンの助力を得て、スクリーンに復帰する。デビュー当時から、メソッド演技法を用いて、役柄を追求し数多くの作品で、演技派俳優としての評価を得たが、 極度のストレスから、それまでの演技派俳優から個性派俳優へと路線を転換させる。個性派俳優に転換後は、癖のある助演役でメインストリームに復帰し、個性派の地位を不動のものとする。2008年公開のアイアンマンで彼の波乱万丈のキャリアがキャラクターに深みを与えるとして、ジョン・ファブロー監督から主人公のトニー・スターク役に抜擢される。 制作スタジオ側は当初薬物問題からどんなことがあっても彼を雇うことはないとしていたがオーディションで他の役者たちを圧倒とー役を手に入れたその見事な役作りはキャスティングに懐疑的だった原作ファンや批評家からも絶賛を持って迎えられることとなる同作は米公衆3億ドルを叩き出す大ヒットとなりキャリアを代表する当たり役となった また同年公開のトロピックサンダー史上最低の作戦では役作りのために整形手術で黒人になってしまうオーストラリア人のメソッド俳優という複雑な役どころで完璧な黒人なまりを器用に使い分けゲータぶシャブリを改めて印象付けた本作の演技はアカデミー助演団優勝やゴールデングローブ賞助演団優勝をはじめ 各映画賞にノミネートされ高い評価を集める。この2作品のヒットにより完全復活となった。2008年に、米、タイム誌の世界で最も影響力のある100人に、エンターテイメントウィークリー誌のエンターテイナーオブザ、イヤーに選出される。2009年12月にグローマンズチャイニーズシアター、前に手形と足形を刻んだ。 2010年より、米プランターズ社のシンボルキャラクターであるの吹き替えを担当。CM では歌声も披露している。2012年に、ホーブス氏が発表した主演作興行成績による俳優ランキングにおいて第1位に輝いた。ホーブスは、世界興行収入15億ドル、約1265億円を記録したアベンジャーズをロバートの魅力と、 ユーモアが映画を成功へと導いたと評している。なお、アベンジャーズのギャラは5000万ドル、約50億円である。2013年に、ベルチャー氏が発表した、最も価値ある映画スターランキングで、第1位に選出され、V2 を達成した。同志はダウニーを、ザ・キング、帝王と称えている。2015年には、ホーブス氏が発表した、 前述のランキングにおいてまたも第1位に輝き、2013年度版から3年連続で主を獲得。ちなみに2014年の推定収入は7500万ドル、約76億円。2015年は8000万ドル、約99億円とのことである。2015年の MTV ムービーアワードでジェネレーション賞、映画シーンにおける長年の功績をたえる。 特別賞を受賞。アベンジャーズの共演者たちからトロフィーを授与された。また、フォーブス主発表の2015年度版、世界で最も稼いだ、セレブで第8位となり、俳優として唯一のトップ10入りを果たしている。2015年12月24日、カリフォルニア州のゼリー・ブラウン知事により、すでに社会的制裁を受け、社会の一員として善行を積んでいるとして、 20年前の薬物問題に対する恩赦を与えられた。これにより選挙権の復活が認められることとなった。1980年代にサラ・ジェシカ・パーカーとニューヨークで7年間同棲していたが、1991年に破局。原因はダウニーの薬物依存にあり、当時のことをサラに別れを告げられて辛かったと実戒している。その後は24年にわたり、 絶縁状態にあったが、2014年に、皿の自宅で再会を果たし、言いたいことをすべて言えたと和解に至ったことを、公表した。1980年代後期には、マリサとメイと付き合っていた時期がある。1988年で共演した、キーファー・サザーランドとはルームメイトだった。近年、サザーランドが、ジミー・キンメルライブ、において、1980年代に、 ロサンゼルスで3年間同居していたと明かしている。1992年5月にモデルのデボラ・ファルコナーと結婚。1993年9月に長男インディオ・ファルコナーが誕生する。しかし1996年に別居を始め、2004年4月26日に正式に離婚した。2003年に映画プロデューサーのスーザン・レビンと婚約。 2005年8月27日に結婚。2012年2月7日に、スーザンとの第一子となる男児が誕生。エクストーン・エリアス・ダウニーと名付けられた。2014年6月29日に、長男インディオが、古海所持により逮捕。ダウニーは、残念ながら、薬物依存には、遺伝的要素があり、息子はそれを受け継いだのだろう。家族みんなで結束し、 彼をサポートする覚悟を決めていると声明を発表した。2014年9月22日に母、エルシー・ホードが死去。彼女からの一本の電話が薬物問題から抜け出すきっかけになったことを明かした。自身のフェイスブックにおいて母親のいる人は自分の母親が完璧な人でなくても電話してあげて、そしてそれでも愛していると伝えてほしいと記している。 2014年11月4日に、スーザンとの第二子となるジョジが誕生。アブリロエルダウニーと名付けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。